ドリーマーの皆様、おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。僕、ドラえもんです。本日は、年少ロマンパーティーが爆誕。すべてを焼き尽くす恐怖。悪魔姉妹を徹底解説してまいります。と、その前に、本日はスペシャルな告知です。はい、こちら、ハーフアニバーサリーを記念して、総額700万円超のですね、クーポンを、大盤振る舞いで配布しております。こちら、誰でもね、参加することができますので、ぜひ、こちら、ふるってご参加ください。で、この、キャンペーン動画ですね、URL をこの動画の、概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひそちらからご覧いただいて、ご参加いただけますと幸いですというところになります。はい、ということでですね、実装されましたね、悪魔姉妹。昨日からですかね、でしたよね。はい、パーティーが始まっておりますけれども、願いのパーティーですね。はい、でもこの悪魔姉妹ね、あのね、もういろいろびっくりしたんですけど、まず性能もね、やばいですよ。年少ロマンパーティーがもうとんでもなく強くなります。はい。で、あとは、ストーリーがね、怖い。めちゃくちゃおぞましい。はい、みたいなところもあって、結構驚きのキャラですが、まあ、この悪魔姉妹ね、そもそも、の強さ、性能はどうなのか、燃焼パーティー、炎属性パーティーじゃなくても使えるのかということかですね、そのあたり、性能と、あとは実際のね、バトル動画、はい、トラえもんを育てて、もう早速使っていましたので、そこをね、見てご覧いただいた上で、いろいろと、解説をさせていただければなと思います。でですね、まず性能なんですが、以前ね、ちょっとその憶測動画出しましたけども、まあ、そんなにずれてなかったですね。はい。で、ちょっと置いといて、まずこれね、はい。もうこれ何日目かな、トラえもんこれちょっと初日にね、この、画面撮ってるのであれなんですけども、ね、この5個ずつガチャが、願いのパーティーで引けるアイテムが手に入るっていうね、これはいいですね。はい。青ひげ校の時なかったんじゃないかな。これで得られるガチャプラス、毎日無償ガチャ引けば、2体はね、悪魔姉妹必ず手に入りますから、はい。素晴らしいですね。素晴らしい補填だと思いますね。はい。で、これね、悪魔姉妹ね、80回天井かなで1体引けるということで、で、まあ、7日間ね、開催されてますので、1日20回かける7の140回と、さっきの25回、165回なので、2体手に入りますね。はい。素晴らしい。はい。いいじゃないですか。なかなかね、パーティーイベント、こういった形はなかったですけども。はい。で、この悪魔姉妹ね、これ、ドラえもんね、結構引いてるんですけど、これ今ね、ご覧いただいてる画面は、初日ですかね。はい。初日のね、パーティー画面、あれ初日じゃないか。2日目かなになってますけども、はい。この通りね、ドラえもんしか引いてないって、感じ本当かよって思うんですけど、はい。まあ、でも今日見たらランクインどんどんされてましたね、他の方もね。はい。で、順位報酬見るとね、まあ、こういった形になってますが、まあ、せめて3位まではね、かけら50個欲しいなっていうのが、ドラえもんとしてのね、まあ、要望というか気持ちですけども、まあまあまあいいでしょう。で、このあたりしておきまして、はい、性能いきましょう。まずですね、炎属性の支援ということで、まあ、支援かな。アタッカーだと思うけどな、ドラえもん的には。術師でもいいんじゃないかなって思う感じですけどね。はい。で、パラメーターはね、そんなに特徴はないです。ただ、速度がね、遅いんですけど、ただただただ、炎属性のキャラって基本的に遅いんですよ。なので、普通に炎属性編成で、これ組み込むと、悪魔の姉妹ってね、スピードが速くなっちゃうんですよ、速度が。で、この悪魔の姉妹は、速度はね、ドラえもん的には遅い方がいいと思います。はい。燃焼を付与してる敵に攻撃したりした方がいいと思うので、遅い方がいいと思うので、炎属性パーティーに入れる場合は、速度はね、鈍速か。はい。速度を下げて HP を上げるだったかな。のスキルとかをつけた方がいいと思いますね。でね、余談なんですけど、ちょっとこのね、ストーリーがやばいんですよ。これご覧になったことない方いらっしゃるかもしれませんけど、ちょっと見ていきましょうか。はい。まずね、悪魔の姉妹は、リエナ夫人が、黒猫と化した悪魔と取引をした結果で、二人の娘。なので、リエナ夫人のね、娘なんですよ。でね、その顔がサツマイモのように醜いということで、リエナは、この絵を何とかするべく、黒猫とね、取引をするんですよ。
で、まあね、いろいろ書いてるんですけど、はい、途中でこうしてリエーナは夫の命を使い黒猫と取引をした。その結果悪魔の姉妹は綺麗な顔を手に入れたということだそうです。しかも二人は父親の死を悲しむよりも母親が自分たちの美しさを得るためにわずかな代償しか払わなかったという事実を喜んだっていうね。おぞましい。怖い。しかもね、まあ、2ページ目まで行きましょうか。夫が亡くなったので、この真ん中ね、ソフィーの父親である裕福な実業家に近づくように勧めた。リエナはすぐにソフィーの父親の愛人になった。が、もろもろ書いてて、悪魔の姉妹は母親のリエナの10年分の命を使い、黒猫と取引してソフィーの母親を重病にさせた。結果、ソフィーの母親は重病で他界し、リエナは豪商の後妻となって、ソフィーの、継母となった。怖い。この悪魔の姉妹、怖いっていうエピソードがあります。このね、こういった物語ね、結構ね、いろんなキャラ見てみると結構ね、ダークテーザーだけあってね、ほんとね、闇童話なんですよ。これもちっちゃい子に読ませちゃダメでしょ、みたいなね。そういったね、物語が結構各キャラクターにありますので、ぜひね、新キャラ出たらね、そのあたり見てってみてください、皆さん。はい。っていうね、おぞましさを知った上でスキルいきましょう。はい。まずアクティブスキル1。防御力の最も低い3名の敵に攻撃力かける 160% の魔法ダメージを与え、呪いを付与する。目標が燃焼または烈焔の炎を持っている場合、烈焔の呪いに変わるということになりますが、この呪いはね、防御力マイナス 30% はまあまあかな。で、後で出てきますが、祝福を持つ目標へのダメージ。まあ、味方ですね。30% 減らしますと。味方を守りますと。で、これがね、烈焔の呪いになると、受けた継続効果ダメージをプラス 30% させますと。つまり、防御力 30% 下げながら、相手に与える継続効果ダメージ、燃焼、烈焔の方のダメージを、プラス 30% させるんです。これが、激ヤバです。はい。これが本当にまずやばいです。はい。もうだって、燃焼パーティーね、炎属性だったら、燃焼ダメージがものを言うわけですよ。それを上げさせるっていうね。はい。で、どんどん行きましょう。はい。パッシブスキル。まあ、ステータスラップを置いといて、悪魔の姉妹が致命的、つまり、倒れるダメージを受けた時に、すべてのデバフを解除し 100% の HP を回復する。これもやばいですよね。アテナの盾でも 50% の HP 回復ですからね。まあ、要は、もう2体ですよ。はい。2体分の HP を持ってるということです。はい。1人2役ですよ、本当に。で、アクティブスキル1のダメージが 50% 上昇するというね。まあ、これ自体はね、そこまでガツンって感じじゃないかな。元が元なんでね。はい、これね、今悪魔の呪いもう一回出してますけども、160% が 50% アップなので、まあ、240% の魔法ダメージになるという感じですかね。はい。で、次必殺。まあ、必殺というか守護ですね。はい。攻撃力の最も高い3名の味方に、攻撃力 ×160% 分の HP シールド、守ることを与え、そしてさっきの祝福レベル3を付与する。目標が、炎属性、味方が炎属性の仲間の場合、烈焔の祝福レベル3を付与するということで、祝福で攻撃力プラス 30% で、さっきですね、呪いを持つ目標へのダメージプラス 30% かつ、アクティブスキル1で書いてましたが、受けるダメージも減らすというね。で、これが烈焔の祝福になると、攻撃力プラス 30% の燃焼烈焔の炎を持つ目標からのダメージをマイナス 30% さらにさせると。もう炎属性なんてね、もうほぼ全員相手は燃焼か烈焔の炎ついてるようなもんですからね。はい。これもやばいですね。攻撃力プラス 30% っていうことは、つまり持続ダメージが 30% 上がるということなんですよ。はい。で、かつね、相手からのダメージをさらに減らすということで、いやー、これはね、強いよ。燃焼パーティーになると、攻撃力上げるわ、持続ダメージの攻撃、ダメージ上げるわ、味方は守るわで、とんでもない。で、最後、パッシブスキル。これもまたね、来てます。これは来てます。はい。ここ、呪いまたは、烈焔の呪いを受けた目標を攻撃するとき、30% の確率で血の十字架を付与する。で、この血の十字架がね、ターンごとに、
最大 HP×15% の確定ダメージで解除不可で、目標が死亡するまで有効で3回まで累積可能なんですよ。おいおいおい、ちょっと待てよと。まあ最大はね、悪魔の姉妹の攻撃力の5倍までなので、悪魔の姉妹を鍛えれば鍛えるほどこの与えられるダメージ量上がるということになりますが、いやこれはね、悪魔確かにね、もう血の十字架、血の十字架、もうその通り、はい、燃焼、烈焔の炎と燃焼ダメージに加えてこの血の十字架のダメージが入るので、燃焼ロマンパーティーはこの悪魔の姉妹がいることでガチガチに強くなります。はい、後でお見せします。でね、一方で、まあまだ育ててから検証っていうのもありますが、他のね属性のメイン属性の編成において言うと、正直、そうだな、ドロシーとかね、他の支援キャラから頭抜ける感じはないですね。はい、そこはまあそこそこといった感じ、そこそこもちろん活躍できるっていった感じかと思いますので、悪魔の姉妹を取るのであれば、やはり炎属性のソメパで、運用するというのが基本になるかなと思います。まあそうじゃなくても使えますけどね。ただ、その方が受ける恩恵は全然大きいです。でね、燃焼ロマンパーティーって以前トラえもん動画を出したんですけども、あのね、本当にジャイアントキリング、もう燃焼ロマンパーティーやばいんですよ。海外版のねダークトよく見てると、例えば4000万の戦力で7000万の戦力に勝つとかね、ザラです。はい、耐久ガチガチに上げて、ガチガチに守りながら相手は勝手にパタパタ倒れていくというね、トラえもん的には自然属性の中で染めるのであれば炎属性が燃焼ロマンパーティーが一番強いんじゃないかなと思ってます。はい、でそこにこの悪魔の姉妹が入ると、まあもう手つけられないかなっていう感じですね。あのガッチガチにちゃんと炎属性メインで育成してるのであれば。でトラえもんは悪魔の姉妹が今回出たことによって、燃焼ロマンパーティーちょっと極めようと思ってます。はい、これまで手回ってなかったんですけどね、ちょっと極めようかなと今回は決心してます。それぐらいこの悪魔の姉妹は全てを焼き尽くす、やばいです。で、はい、この通り、今ですねトラえもん星10までですねにしました。で、戦力640万ということで、まあ革新とか覚醒とか人形とか何もしてないです。はい、でもうほぼ素の状態ですね。はい、でこれでねちょっと検証していこうかなと。で装備はね一応ね、まあここら辺ぐらいまでは、はい、育てました。でね、速度がね上がっちゃうんだよな、装備セットつけるとね。だからね、なおさらねちょっとその鈍速的なね、あのスピードを落とすスキルは必要かな。でね、このね金装備全部揃えた時のこれがやばい。はい、攻撃するたびに 30% の確率で毎回目標に燃焼を付与するとかね、 15% かけ烈焔の炎を付与するとかね、これがやばい。金装備欲しい、でも高いんだよな、もうそれ置きときましょう。でね、もうこの悪魔の姉妹、はい、一応ねスキルはね1個だけ、上級魔法錬金、これだけつけてます。っていうのもこれつけると1回目の攻撃で呪い、もしくは熱焔の呪いを付与して、で連撃の2回目で血の十字架がね、そのままそこで付与されるんですよ。なので、魔法連撃は超マストです。悪魔の姉妹。で、あとは鈍速系かな。今つけてないですけどね。はい。この星10の状態で今回は組み入れようと思います。星10なので、他の、キャラクターよりも全然弱いです。ただ、スキル自体はね、星10にすれば、レベル3で全て発動しますから、まあ、そこまでガチガチに育てなくても、星10にしてしまえば使えるというのも、この悪魔の姉妹の非常に大きな、メリットというかね、育成コスト、育成効率が非常に良いというところは悪魔の姉妹あると思いますね。はい。で、この悪魔の姉妹を組み入れていこうと思いますが、この通りですね。はい。左側が悪魔の姉妹入れたパーティー。右側が、これまでの燃焼ロマンパーティーの、いわゆるテンプレになりますね。で、迷ったんですが、戦一夜の王を外して悪魔の姉妹に入れ替えました。はい。この方が相手に燃焼烈焔の炎を付与する効果、まあ、その確率は保ちながらも攻撃力を上げて結果回復力も上がるということなので、これで運用していこうということで、早速見ていきましょうか。はい。これ燃焼ロマンパーティー同士の戦いになりますが、
いかにねこの悪魔姉妹がいることによって効果があるかというところになります。はい、でまず見ていきましょうか。はい、今、悪魔姉妹によって呪いですね、呪いがついたのと連撃つけてるので、ほら血の十字架がね一旦目でつくんですよ。これが魔法連撃を組んでおくべき最大の理由です。はい、これまずマスです。でこれで、見ていきましょう。はい、もう燃焼ロマンパーティーだから、なのでお互いねもうガンガンに燃焼かかります。はい、もうどんどんもう全員にかかってきます。はい、これがね燃焼ロマンパーティーになってきますけども、まあ今ね怪盗陣営なのでちょっとかかりにくいかなというところもありますが、まあそのうちね全員かかってきます。でこっからですよ、燃焼ダメージ見てくださいね。ボンといきます。はい、見ました。で左側と右側の燃焼ダメージは違う、見てください。もう一回いきます。左側500万とかありますよね。右側はねもう一回いきましょう。200万とかねなんですよ。あのもう何回でもいきますよ。左側と右側で与えてる燃焼ダメージがね全然違う。はい、もう一回いきましょう。500万とかねボンバ出ますよね、左側で。右側はねそうじゃないっていうね。もうこれでね燃焼ダメージがてか持続ダメージのダメージがねいかに上がるかというのはよくわかると思います。これ左と右あのもちろん鏡の間ですのでキャラの性能同じですからね、ただ悪魔姉妹を入れてるかどうかだけですよ。はい、それでこんなに変わってきます。はい、もう戦力差100万なんてもう全然関係ないです。はい、で悪魔姉妹、はい、また血の十字架つきますね、つきますつきます。はい、カーフルね、烈焔の炎ついて烈焔の呪いがついて血の十字架もついてるというね、いやもうこれとんでもない。防御力マイナス30させて、燃焼ダメージ受けるダメージプラス 30% させて血の十字架のダメージも与えつつね、で烈焔の炎のダメージもありつつね、もうこんなデバフかけられたらもうそれは解けますよ簡単に。まあそんな感じです。はい、でもうねやっぱね千一夜の王の防御力を優先するよりも、まあね神長姫も与える燃焼ダメージに応じて回復しますから、そう考えると悪魔姉妹を入れてねもうこの通りですよ。はい、もうね同じパーティーなのに全然違うでしょ。はい、勝ちましたということで、圧倒的悪魔姉妹やばい。はい、でねやっぱね梶本強いですよね。はい、烈焔の炎でね梶本とか与えるダメージねやっぱ強いね。うん、で、はい、総ダメがね同じパーティーなのに 1.5 倍ですよ。で神長姫の回復量も全然違いますよね。もうね 悪魔姉妹、はい、もうこの一体が星10ですよ、一体だけ。他全部星14とか13とか15とかですからね。で悪魔姉妹星10で入れただけでこんなに変わってきますから。で悪魔姉妹の攻撃力が上がれば上がるほど血の十字架のダメージは上がりますから、これ余計総ダメ上がるんですよ。なので悪魔姉妹ね星10でも全然使えますし、これからね、星15にしてったりとか育成すればするほどもう燃焼ロマンパーティーは本当に手がつけられなくなります。はい、やばいです。はい、トラえもんはね本当に決心しました。もう憧れる燃焼ロマンパーティーのこの悪魔姉妹を入れた強さに憧れる。相手が勝手に溶けていくその姿に憧れる。たまらない。はい、ということで、あと最後にね、一応ねエフェクトとして悪魔姉妹2体分の HP あると言いましたよね。 HP が0になっても 100% で回復しますよと。はい、お姉ちゃんが犠牲になるんですけどね。まあそのね試合もね見ていただこうかなというふうに思いますので、早速参りましょう。メンバーは先ほどと変わりませんね。はい、まあもちろんです、結果言いますけども、悪魔姉妹がいる燃焼ロマンパーティーが勝ちます。はい、戦力は低い星10だけですが悪魔姉妹がいるパーティーが勝ちます。悪魔姉妹は本当にもうね、まあもう見た通りですよね。はい、もう強いですよ。はい、トラえもんはもうこの悪魔姉妹に結構惚れました。はい、もうその強さ、全てを燃やすその強さ、はい、もう焼き尽くすね。はい、もう地獄の姉妹ですよ。はい、悪魔の姉妹じゃなくてもう地獄ですよ。はい、もう見てもうどんどん削っていきますから相手が。はい、もうとにかくね燃焼ダメージの上がり幅が半端じゃないですね。もう悪魔姉妹はねあえて一回倒れるように真ん中に置いてますけどね、星10なんで耐久力はそんなないんですよ。はい、でさあどんどん行きましょう。さあカーフルで燃焼効果で、はい、お相手の梶本倒れましたね。いやーこれはで血の十字架つくでしょ、電撃で。もう で燃焼ダメージでしょ、で烈焔の呪いで燃焼ダメージが上がるでしょ、でこっちは受けるダメージ減るでしょ。そりゃ負けないですよ。さあさあさあ悪魔姉妹残り HP わずかだけど、さあどうかどうか、あ回復しちゃった神長姫で。
さあペロちゃん、ペロちゃんが攻撃しながら、カーフルが攻撃しながら、おお、あ、もうなりましたね。はい、妹だけ生き残りました。でもね、こうやってね、2回残るので2体目分として残るので、支援キャラだけどこれはでかいですね。もう支援キャラ倒れやすいですから、倒れやすい支援キャラだけど、この1回致命的ダメージを受けても 100% 勝手に回復するっていうね、この耐久力というか生存性、サバイバル能力、これたまらないですね。はい、ということでまた同じような結果になりましたね。はい、9200万総ダメージで、上の勝利したは1億3000万と相変わらずですね。はい、いやで、ヒゲ長、あ、間違えた、神長姫のね、回復力もやっぱ全然違いますね。与えてる燃焼ダメージの量が違いますからね。はい、ということで、これまでのね、燃焼ロマンパーティーのテンプレ理想形はまさに飛車でしたが、今後はね、はい、そこに、悪魔の姉妹が入ってくると、トラえもん的には千一夜の王を残す感じかなというふうには思っております。ということで、いかがでしたでしょうか、悪魔の姉妹。まあ性能ね、まずこれは普通の炎染め以外で使うと、まあ普通に使えます。はい、そんな感じです、もう簡単に言うと。はい、でこれが燃焼パーティー炎属性染めパに入るととんでもなく強くなります。はい、あ、これ別に赤のジョーがいてもいいんですよ、炎属性パにね。はい、いいんですけど、とんでもなく強くなりますので、もう地獄の強さと、あとはあの恐ろしいストーリーね。はい、ディエナ夫人の夫の命を差し出して、その容姿を手に入れた悪魔姉妹、はい、でその夫の命を差し出したことが何とも小さな代償でしょうと喜んでいる悪魔姉妹、怖い、恐ろしいというのが悪魔姉妹でございます。ということでね、あとはこれからトラモンゴリゴリ育てていって、この悪魔姉妹が本領発揮するとさらにどうなるのか、これはねもうぜひぜひまた検証していきますよ。はい、どれだけね悪魔姉妹による血の十字架の強さとかね、はい、変わってくるのかというところもありますから、これはまた広告期待ということでお待ちください。で最後にですね、冒頭に申し上げましたあのスペシャルキャンペーンですね、はい、サムネイル流れますので、ぜひそちらご覧いただいて、ふるって、700万円超のクーポン獲得いただければと思います。ということで本日は以上です。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。